おはようございます。刻んでいこうぜ。なんだかんだ緊張してんだよな。なんと人生初の公認レースです。周平さんが持ってるアクセルのハーフの記録、今日はやっと破れる日が来ました。一応確認しようか。ハーフの記録2時間40分です。各フルマラソンの大会に向けて練習というかシーズンに入ったところなんですけども、はいはいはい、マラソンシーズン思うように距離が踏めなくて買った状態で今日迎えてしまったんですけど、でも割とこの2週間でやれることは全てやれたかなと思ってるんで、思ってるほど状態は悪くない。不安がある中でも最低限の状態までは持ってこれたかなと思ってるんで、1年前が76分ちょうどです。アベレージいくつなんですか？3分36かな。いいね。最初は今日様子見ると思うんですけど、最初はどんぐらいで入るんですか？3分40でどんぐらいの感覚なのか、1キロ行ってみないと分かんない。あと注目してほしいのが、なんと今回この大会アシックスが協賛みたいな感じになってるんですけど、僕ら練習してるランニングチームのケンチャン連、マインドというかケンチャン連のやり方に共感してくれて、ケンチャン連メンバーはアシックスの今トップモデルのメタスピードシリーズ、あれみんな一足ずつ提供されてて、うわすげえ。やってるところ1個あるんだけど、タケ君と何勝負してんの？なんかね、いや分かんない、勝手になってる。勝手になってるから、まあまあまあ、でもタケ君とは多分同じぐらいの走力で、3000とかも俺なんかよりも全然早いから、面白いかなって思ってます、ね、ちょっとやっていきましょう。 OK、 頑張ってください。すいません、お願いしま す。これからケンチャン連メンバーと合流するんですけど、いました、チベットスナギツネです。なんで無言で取り続けてる。ちょっとアミノサウルス忘れた。やばいよ、やっちゃったよ。まあいっか。あ、これ見て、これニューカラーと前のカラー、今までのスカイ、ちょっと迷ってて、実はこれってごめんなさい、はい、色だけしか変わってないですか？これは色だけ、昨日いただいたんでまだ一回も履いてないんですよ。ああ、おろしたてなんだね。でちょっと硬いというか自分の足に馴染んでない部分があるので、提供していただいたこちらで走りたいんですけど。じゃあ走れよ。だって新品って最高の状態なわけじゃん。いや、まあそうなんですけど、僕あれなんですよ、ベイパーフライとか新品履けないんですよ。靴のせいにすんの？鍛え方なんだよ。なんで靴のせい？想像以上にできないアップが、思ったアップはちょっとできなかったんですけど、まあでもこんなもんでしょ当日は。めちゃくちゃ声張る。刻んでいこう。レガシーハーフマラソン刻んでいこうぜ。ヒゲ剃ってくるの忘れた。どうでもよ。ハーフ前の雰囲気じゃないんですけど。頑張ってね。いってらっしゃい。やばいな、このうんこ出せなかったのがでかいな。出なかったな、うんこ。うんこしなくてこんな険しい感じ。俺人生で初めて。俺なんか YouTube 撮んないんですよ。撮んない。 YouTube やめたんだ俺。やめたんだ。めちゃくちゃ予選会の予想上げてたけど。箱根駅伝予選会の振り返りをしていきたいなというふうに思います。めっちゃ再生回数取りに来てちゃう。やめろ。パワーワードばっか上げてるって言うのやめろ。ザワチャンネルより喋れるじゃん。ザワチャンネルと一緒にすんだよ。ザワチャンネルと一緒に箱根駅伝の解説やりたい。どんぐらいですか？3分半ぐらいですか？いや、3分10ぐらい。刻んでいこうって。刻みすぎだよ。はい、ということで今ヨシキを見送ってきました。時間がですね、今7時半ぐらいになるんですけれども、スタートが8時ぐらいからになるので、先回りしてヨシキと会えそうなところに今から行きたいと思います。まあその場所が一応神保町になってまして、そこだとヨシキと3回すれ違うことができます。そこに向かってヨシキの走ってる姿を捉えて、まあゴールがこの国立競技場になるんですが、ゴールシーンが見れるか分かんないんですけれども、できるだけヨシキをこう画面に収めていけたらなと思います。これからまず神保町の方向かっていきたいと思います。おー、近い近い近い。F グループでこんな感じです。こんな感じなんで、ちょっと最初の1キロが多分4分半切りとかでもちょっと厳しいかもしれない。まあちょっと怪我とかも危ないんで、焦らず最初は入りたいと思います。いやー、ちょっとこれは難しいハーフマラソンになりそう。見て、あれもう先頭はもう1キロ以上行ってます。いよいよスタートが見えてきました。あそこから僕の時計で押したいと思います。とりあえず1キロはねもう期待できないから、まあ確実に4分半とかで行けたらなと思います。いや、いよいよスタートです。じゃあ楽しんでいきたいと思います。じゃあ行きます。よっしゃ、ダッシュで行こうぜ。神保町駅を降りて上地機買いました。すごい、めっちゃ人少なくてさ、沿道の応援はないのかなぐらい人が少ない。一回落ち着いてファミチキ食うか。ちょっと警備員さんに聞いてみようかな。ファミチキ食べた後に、ごちそうさまでした。
ランナーってここ通りますか？何も起こらないんで。あ、こっちは何も起こらないと思う。あ、向こうが起こる場所。あ、すいません、駐車場向こう側です。かしこまりました。2階の方に聞いていただければ、はい、かしこまりました。いや、より詳しく、すいません、お手伝いします。ありがとうございます。赤信号のど真ん中で警察の人と話すというこっちじゃ何も起きないらしい。急げ、ファミチキ食ってる場合じゃなかった。めちゃくちゃ人多い。やっぱここ、あの僕のポイント、3回すれ違えるんですよ。僕が今行こうとしてるポイント、すごい髪の毛。あ、拍手聞こえる。もうそろっぱ来るかな。あ、ミスカ君だ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 、ミスカ君発見した。ユウスケさん、ユウスケさん発見しました。ユウスケさん頑張れ。ケンちゃん連の代表ケンさんです。いい走り、頑張れケンさん、頑張ってください。さ、来ないか来ないか、まだ来ないか、わかんないわかんないわかんない。スタートする場所によってかなり上下するっぽいな。全然いない、全然いない。もう過ぎちゃったとかありえる。さあ、ヨシキさんまだ来ません。そんなに後なのか、その F スタートっていうのは。不安になってくるな、これ。本当俺見逃してないかな。いや、到着して結構経ってるんですけど、ちょ、未だにヨシキが来なくて、でかなり人通ってるんだけど、ちょっと目がね疲れてきた。これマジで見えねえ、目疲れてきた。これさ、きつくない？これみんなどう考えてもきついべ。ウォーリーを探せよりきついぜこれ。こん中から一瞬も見逃せないんで、本当に目痛くなる。あ、一緒にスタートした方が多分、そうする。あ、来た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 。あ、タムジョンもいた。頑張れ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 。おー、気づいた気づいた。頑張れ。おー、すごい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 。来ました。わー、すごい。一緒に行ってるんだね。こっちのエリート集団をね、ようやく捉えました。すごい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 迫力だ。お、ハズマじゃん。ハズマ、久しぶり。ハズマ久しぶり。久しぶりにハズマに会いました。トシノリさん、トシノリさん久しぶり。トシノリさんお久しぶりです。わあ、すごい。頑張れ。ミスカ君頑張れ。ミスカ君頑張れ。頑張れ。頑張れ。よっしゃ。今日あれ何回したんだろうか。ケイさん、ファイト。ハギさんが過ぎてきます。早いですね、やっぱり。うん、ケンちゃんメンバーが続々と過ぎていく中で、もうそろヨシキが来るから目を凝らす時間がやってきそうです。来た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 。あれ、ヨシキいない。ヨシキいないじゃん。ヨシキどこ。あー、気づいた。後ろ、ヨシキどこだ。あれ、どこ。見失いました。どこだ。いた。いったー。さあ、きつそうです、きつそうです。ジュースキーきつそうです。頑張れー。さあ、どうなるか。こっから先粘れるか。タケ君とね、軽い勝負してるっぽいんで、ここは離されたくないですね。頑張れ頑張れ。やばい、カメラ回すの遅れた、ごめんね。頑張れ。さあ、ここからどのぐらい離れてヨシキが来るか。はい、来てます。あ、来た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 。そこまで離れてない。ヨシキ切り替えろ、ラスト切り替えろ。低血糖です。低血糖らしいです。低血糖の意味を調べたいと思います。ダッシュで行こうぜ。はい、という感じでゴール地点の方に向かって、ちょっと間に合うか分かんないんですけれども、向かいたいと思います。本当にすごい。おー、美穂さん頑張ってください。俺が声かけるべきなのに、こう皆さんがこう気づいて声かけてくださる、嬉しいですね。ラーナナミさん頑張ってください。それではじゃあ、僕はゴール地点の方に向かいたいと思います。外苑前駅から今国立競技場に向かってるんですけど、時間が9時44分なので、さすがにもうゴールしちゃったかな。抜かりなく電車で来たつもりではあるんですけど、国立競技場に入っていく瞬間だけでも、見送れたらいいなと思ってはいたんですが、小走りで急いでいきたいと思います。でもね、ちょっと、ね、汗かきたくないから走りたくないよね。まあ、ヨシキさんは岐阜清流ハーフマラソンの時、汗だくになりながら10キロ地点は出てくれたけどね。ちょ、僕は今日クールに行きたいなと思います。今ケンちゃん連メンバーとか
その他のインフルエンサー、仲のいいインフルエンサーの方みんなゴールしてるんですけど、ヨシキが来ないですね。まだヨシキが来てない。ケイさん、ヨシキがいないです。ヨシキ、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 ヨバイ。言っとけ言っとけ。もうヨシキが帰ってこない話で盛り上がる。あー、みほさんお疲れ様です。ヨシキ歩いてたってことで。ヨシキ歩いてた、歩いてた。ヨシキ歩いてた。やった、ヨシキ勝った。最後に聞いたのが低血糖かもしれんって言ってからはぐれてもう会ってないですね。ヨシキ来ない。大丈夫、本当に死んでないよね。心配になってきた。ちょっと笑えない心配ですよ。ただいま。大丈夫、普通に心配が勝つ。倒れないことだけ必死に、とりあえず体をゴールまで運んで。途中高く行ってさ、高くがうわ死んでるって喜んでそれにすらもあんま答えらんなくて。今大丈夫？あ、今もう大丈夫。よかったよかったよかった。いや、こういうことを経験したことなかったから怖いなと思いました。低血糖ってどういうあれなんですか？9キロぐらいからいつも通りのなんかちょっと垂れる感じ、きついからペースを落とそうの、でペースを落としたらなんとなく自分のリズムに戻せるの、戻して、じゃあこのペースで押してこう、このペースで我慢しよう、でできるんだけど、それがもう全く効かない。もうどん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 きついからちょっとペースがダウンしてって、そっからもう手足しびれて、体が言うこと聞かない、キロ6分でももうしんどくて、とりあえず歩くのがやっとみたいな今状態になってしまったので、やれることはまあやったつもりではいたんですけど、やっぱり距離はごまかし効かないなっていうのと、低血糖がちょっと初めての経験だったので、ごまかせなかったか。そうですね。ああ、いけると思ったんだけどな。しんどかったな。1時間38分04秒でした。ハーフマラソン、今日はこうでどうでしたっていう反省が言えないことです、戦う前に終わってしまったというか、反省すらできないっていう、タイムと今日の結果自体は正直気にしてないというか、逆に良かった。中途半端で垂れてダメだった、ちょっと粘れなかったってなるよりは逆に吹っ切れる。なるほどね。そんなごめんなさい、本当皆さん。竹君との勝負も、竹君がやっぱりすごかった。竹早かったの？3分半ぐらいで押し始めて、余裕そうに走ってたんですよ。で、僕もやっぱそれ、まずはついていかないと勝負になんないから、ついてきた結果、完敗です。金メダルです。金メダルだな。自分に打ち勝った金メダルです。僕、叩かれんじゃん。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。